ユーレールグローバルパスを使ったヨーロッパ鉄道旅、まずはこれまでのおさらいでございます。1日目フランスのパリから高速鉄道に乗りまして、スイスのバーゼル、その後普通列車でバーゼルからオルテンへ向かいました。でオルテンで一泊した後ですね、2日目にはまたまた普通列車でスイスのルッツェルンという町に行って観光しまして、その後ですねピラトゥス山の麓にありますアルプナハシュタット駅までやってまいりました。今日はそこからのお話でございます。そして私の声は前回に引き続き、シェンガーレベーベー、シェンガーレベーベーってね、もうちょっとバスへのバーで人生相談できるんちゃうかいうような声になっておりますけれども、まあこんな声でちょっと申し訳ございません。はい、ということでですね、こちらの駅、なんて読むかわからない、アルプナチャットみたいな駅、今降りたんですが、この向かいがですね、ピラティス山へ向かうケーブル鉄道の乗り場でございます。あ、かわいいな。おかえり。すごい、横に移動するの初めて見た。あ、日本語にも書いてる。 48% 世界一急勾配の登山電車ですって。無事乗れました。動き出しました。車内はこんな感じ。わ、洞窟に突入します。手掘りトンネルみたいな。世界で一番急勾配の傾斜があるところを通ってるそうです。ここでですね、上りと、下りの電車がすれ違う単線なんで、ここで下りが回ってるんですよね。私たちがお先に行かせていただきますっていう感じですね。うわ、うわ、すごい、後ろえらいことなってるやん。もうすでにすごいんやけど。もう絶対頂上行ったらハイジの歌歌おう。気温が急に下がりました。めっちゃ涼しくなってきた。さっきまで暑かったのに。ほんまにハイジ、早くもハイジの歌歌いたい。口笛は何せのとこからその先も歌いたい。すげえ。めっちゃ涼しくなってます今。気温が全然違う。ほんまに何回も言うけど、ハイジの世界、これはね、来る価値ありすぎです。すごいすごい、
電車のぼっていっていうのが見える。やばーすごすぎ、めっちゃくちゃ高い、やっとほぼ頂上まで来ました。ここすごいすごい、頂上着きました。やばいやばい、すごいわこれは。ほんまの頂上はあの上ですって、まあ、それもパッと上がっていけそうですけど、うわこっちすげえ。サングラス今やってないからめちゃくちゃ眩しい、太陽近いからか知らんけど。おお、これ登ってきたんですよ今電車でね。すごっ、これぞスイスや。じゃあもう歌わせていただきます。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの、あの雲はなぜ私を待ってるの、教えておじいさん、教えておじいさん、教えて、アルムの森の木よ。ドゥ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 、やっとできた。これがほんまにハイジの国スイスでできるとは思ってなかった、嬉しい。さっきのあのルッツェルンの街が多分あの入り江みたいなっていうとこ、湖がこの辺りですね。で、あの帰りのルートとして、まあ行きのルートでどっちでもいいんですけど、別ルートでこのロープウェイもあるんですよ。私たちはあのユーロレールパスで安く乗れる往復券の、電車の往復券なんで、また電車乗って帰りますけど、はい、ゴンドラで帰ることもできます。で今からですね、この上、ここ登ります。このちょっと最後登るだけでもはぁはぁ言うてんのに、あんなんもほんまにケーブルの路面電車なかったら絶対ここまで来れないですもんね、当たり前やけど。はぁ、頂上でございます。うわすごい、今日全然雲もないし、ほんまに綺麗に見える。ほんまこの絶景ね、見れてよかった。あのルッツェルに出てミュンヘン帰る途中にね、気づいて逆戻りしてきて、ほんまによかったです。これをね見ずには帰れないっていう、ほんまそんな感じですね。まあ、帰りそうだったんですけどね。カラスかと思ったらピヨピヨ鳴いてるから、カラスじゃないし、くちばし黄色いし、君はなんだ一体、全然逃げへんし、餌もらえる思てんな。餌くれ言うてんねんな。でも可愛い目してるわ、こんな高いとこまで飛んできて、どっから飛んできたんか知らんけど、エーデルワイス咲いてないかなって見てるんですけど、エーデルワイス見たとこでどれがエーデルワイスかわからん。これちゃうでしょ、これちゃいますよね。エーデルワイス、エーデルワイスって小学校の時歌わされたな。歌わされた言う言い方よくないか知らんけど、こんなね最高な景色のところで食べるドーナツ、ドーナツ1個 3.5 フランなので500円以上しますけれども、でもこの景色で食べるからね。そういう気がして、電車がやってきましたね。めっちゃもうね、電車乗る行列が後ろにできてるんですよ。私たちもこれ乗りたいんですけど、乗れるんやろうか、でもドーナツも食べたいしみたいな感じです。今日はこのお茶、あのグリーンティーなんですよ、なんですけど、あの炭酸が入ってるグリーンティー初めて飲んだ、美味しいです。
ちょっと洞窟的なところを歩いております。ドラゴンパって書いてたかな。寒っ、すごい冷えるんですけど、急に寒い寒い。また階段や、すごいとこ立ってる、ほんまに絶壁やもん。ここから柵で入ったらダメなとこなんですけど、めちゃくちゃ危険。もうちょっと落ちんといてやって感じ。ほんまに怖、見てるこっちがゾクゾクしますわ。怖い怖い。よう行くわ、あんなとこ落ちないや。ほんまに私たちは守ります。もうゾウゾウするわ。もう何度目のルッツェルやねんって感じですけれども、もう次こそね、このままチューリッヒの方に電車に向かいたいと思います。もう疲れてきました。はい、ということでこちらの電車でですね、チューリッヒに向かいます。あ、もうしょうもないことやってますけど、これ編集してるよということをね、体でアピールしたわけなんですけれども、電車はですね、こちらルッツェルンからチューリッヒまで約50分でございます。あっという間にあの大自然の景色からですね、この大都会の景色に変わってまいりました。ズリックことミュンヘンに到着いたしました。寝ちゃってた。あ、まだちょっと寝起き、夢の半分まか半分夢の中です。ということで今から駅前のホテルに行きます。普通に大都会でございます。はい、今回泊まるホテルはこちらアイビスホテル。ヨーロッパで幅利かせてますよね。めっちゃ綺麗なんだよ。超おしゃれなレストラン入ってるわ。はい、無事入室いたしました。まあ、ヨーロッパらしいお部屋とかでも綺麗なお部屋なんで、ちょっとご紹介させていただきます。はい、入りましてですね、こちらシャワールームやけど、なんか自分の部屋、まあ、私の部屋にこんなんないんですけど、なんかホテルっていうかはほんまに自分の部屋みたいな感じ、伝わってますか？で、見えるタイプの収納、クローゼット、壁紙可愛くやってますって感じで、はい。あの、日本のビジネスホテルよりは全然広いと思いますけどね、おしゃれやし。お外はまあ、道路っていう感じでやって、はい。ほんで、シャワーがですね、なぜか丸見えです。はい。まあ、これもよくあるパターンですけど、シャワーブースがここにあって、で、シンク、ここにあります。じゃあ、お手洗いはどこなんだいって話なんですけど、お手洗いはね、玄関入ってすぐ隣、ここもなんか玄関のドアで間違えそうですけど、ここがお手洗いになっております。黄色を基調としたお手洗いということで。これ日本っぽいですよね。トイレはトイレで別っていうの。私はありがたいですけど、はい。こんな感じのお部屋になっております。これでね、170ドルカナダドルで、なので1万7000円ぐらいでした。でも、ここのね、ミュンヘンでは、これが結構最安値レベルでしたね。これ以上安くなるともうホステルみたいな感じでしたので、はい。まあ、今からですね、ちょっと荷物を下ろしてご飯食べに行きたいと思います。ヨーロッパ名物と言っても過言ではね、ヨーロッパの大きな街には絶対このトラムが走っておりますね。はい。広島にもありましたけれども。気温はちょうどいい感じですね。もうね、えら遅いんですよ、今。何時や。8時ぐらいかということで、晩ご飯食べるところ混んでなかったらいいんですけど、なんか結構人気店ということでスイス料理が食べられるというお店に向かっております。まあ、なんか私のこの一瞬だけですけど来ても間もないこのミュンヘンのイメージは、まあなんていうの、まあ近代なんていうんでしょうね、まあ、古い建物もあるんですけれども、あっさりとした玉というか、そねたら悪い意味に聞こえますけどもね、あの、まあ、観光できるところって調べたらなんかそこまではないみたいですね。どっちかというとこう金融都市とかっていうそういう感じなんですかね。まあ国の中心なんで、そういった機関とか金融機関とかはいろいろあるんでしょうけどね、観光都市っていう感じではないのかもしれませんね。ハローチューリッヒ、まあ、ここから来てたんですね、よく考えたら。英語ではズリックって言うんですけど、なんでそんな言い方全然ちゃうんって思いますよね、ほんま。
もう統一しようってなりますけどもね、日本もジャパン言われるぐらいですからよ、その国行ったら。もう日本で統一してほしいですけどね。結構にぎわってる通りに来ました、ね、レストラン通りみたいな感じかな。飲み屋さんかと思ったらバブルティー飲んでる人もおるし、まあ、ほんまこれぐらいの気温やったら外で飲みたなりますわ。美味しそう、この白ソーセージ。おー、あ、結構綺麗やん、結構綺麗やんって上から見ない言い方。あっちの奥が、ミュンヘン湖ですって。もうあの時計でもお分かりいただけるように今夜の8時20分でございまして、もうお腹がグーグーペコペコ、はい、レストランまであと3分かかるそうです。そこの教会の手前を曲がってもう一回曲がったところね。スイス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 、でもスイス推しがすごい道発見した。国旗がめちゃくちゃ並んでる。もうちょっとのはずです。あ、やっと見えてきました。なんて読むかは分かりません。でもこの写真で見たお店の外観ここやったんで。ゼアガースウスケラ、いけるかな。もう外まで人座ってるけど、でやろかでやろか、行ってみましょう。やっぱりなんかソーセージが多いですメニューに。ほんでだいたい20何フランやから、日本円で言うと3000円超えてくるような値段。まあカナダとかでも結構晩ご飯とかでちゃんとしたところで食べたらまあまあ値段するから変わらないっちゃ変わらないかもしれないけど、まあでもやっぱ物価は高いでしょうね。ベルギーなんでせっかくなんでビール頼みました。ここのハウスビアということです。いただきます。乾杯。飲みやすいやつや。日本のスーパーアサヒとか飲んで、スーパーアサヒちゃう、スーパードライか、アサヒスーパードライとかに比べても全然あのビールの表現の仕方は分からんけど、すっきり飲めるって感じです。合ってんのかな。お食事届きました。多分これが一番定番の子牛のソーセージでポテトサラダって言ってました。でグレービーかな、じゃあオニオンソース。んでこれをちょっと野菜が欲しかったんで、キャベツの漬物みたいなやつ、サワークラウトとかいう、なんかあのほんまキャベツの酢漬けみたいなやつですね。はい、いただきます。美味しそう。ちょっとよだれ出てきた。やっぱちょっとあったかい。別に酸っぱいの実はめっちゃ好きなんで、思ってたんとちゃう。美味しい。お肉の味がすごい、何やろ、甘みがある感じでほんまに美味しい。シャウエッセンみたいなパリッてしたやつかなと思ったけど、そういう感じではなくて、なんかしっとりしてる感じ。でこのポテトサラダは普通に日本のポテトサラダに近いけど、ちょっと酸味がある感じで。やっと私のこのしゃがれベーベーな声がですね、似合う時間帯となってまいりました。こちらスイスチューリッヒの、まあ、夜でございます。まあ私この声でなんかバーかなんか開いたら人生相談ですごい人来そうじゃないですか。まあ大した相談はできないんですけれどもね、この声にすごい説得力がある感じしません？もうなんか人生の酸いも甘いも体験してきました、ね、どうにも話してる、ごめんなさい。あのせっかくチューリッヒのあのね映像見ていただいてるんで、ちょっとチューリッヒのねことをお話ししたいと思います。
で、こちらチューリッヒはスイス最大の都市でございまして、金融都市としても有名でございます。世界でね、第10位の金融都市というふうに言われております。ヨーロッパの中だけで言いますと、ロンドン、フランクフルトに続いて第3番目の金融都市がこちらチューリッヒです。ちなみに私、この動画の中で本当に何回もチューリッヒのことをミュンヘンって間違って言ってたと思うんですよ。もうアホやなこいつって思っていただいたら、もうその通りアホなんですけれどもね、一つ言い訳させていただくと、チューリッヒの英語がズリックなんですね。で、ミュンヘンの英語の読み方がミュニックなんですよ。ミュニックとズリック似てませんか？もうわけわからん、もう全部統一してっていい話ですよ。もう勝手なこと言ったらあかん。はい、ただいまチューリッヒ朝の6時13分です。今日5時半に起きました。はい、皆さんおはようございます。ただいまチューリッヒの朝、午前6時10分でございます。今日はね、朝5時半に起きました。しかもホテルの部屋エアコンなくって、めっちゃ今ヨーロッパ暑いんですけど、なかなか寝苦しくてあんま寝れなかったんですけど、まあ5時半に起きまして、今からですね6時40分発の、サルズバーグ行きに乗ります。電車に乗ります。残り乗り遅れないように乗らないといけないんですけども、その前にちょっとね、朝ごはん的なものと飲み物を買わないと活力が足りないので、それをちょっと駅で買ってから電車行きたいと思いますけれども、サルズバーグはですねオーストリアでございます。はい、この度3つ目の国ですかね。はい、フランスについて、で今スイスですね、でオーストリア、はい、3カ国目になりますが、でサルズバーグは何が有名かというとですね、皆さんもご存知かと思います。サウンドオブミュージックが撮影された街で有名でございますので、はい、ぜひ行きたいということで行きたいと思います。ここのですねチューリッヒからは約5時間の電車の旅となります。ではちょっと今駅に向かっております。あちらがチューリッヒ中央駅でございます。ホテルからはね徒歩5分ぐらいですね。でも息は上がっている。この川の色がものすごい緑ですけれども、はい、信号待ちです。はい、駅着きました。今6時20分かな。あの時間違ってる、まあ、6時20分ですね。はい、スーパーがあったと思うんですよ。まあなんかどこでもいいんですけど、ちょっとオレンジジュース的なものと朝ごはんを買いたい。立派な駅だ。スーパーどこにあったっけ。オレンジジュース、なんかファンタの変な色のやつあるけど、でも今日は今はいらない。はい、今回乗るですねサルツバーグに行く電車はこちらレイルジェットっていう名前の、今まで乗った電車とちょっとタイプが違いますね。ちなみにベーグル買いました。無事乗車完了しました。座席はこんな感じで、足元は結構しっかりあります。ほんで電源入れるやつもここに座席の下にあります。はい、Wi-Fi もあってくれることを願うんですけれども、とりあえず無事乗れました。5時間20分ぐらいの電車の旅です。ということで電車はですね3カ国目オーストリアに向かって順調に走っております。中になんかバター的な感じ。はい、ということで今回の動画はここら辺にしたいと思います。ヨーロッパ鉄道旅まだまだ続きます。こんな綺麗な景色、車窓、これ絶対これから何回も言わなあかん単語やからちゃんと言えるようにしなあかんけど、はい、ということで次回はですねサウンドオブミュージックのお街でございます。オーストリアはサルツバーグに行ってまいりました。モーツァルトのね生まれた家があったりとかね、なんせこうもうサウンドオブミュージック言いますけど、まあミュージックでも美味しいものもあります。これすごいでしょ。これもご紹介させていただきたいと思います。もしよければですねチャンネル登録といいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。最後までしゃがれベーベーの声で申し訳ございません。動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。